キャラクターセレクト。楽しいお仕事、行きますか。パートナーセレクト。私を使って壊れるくらいめちゃくちゃ。こっちいける。すでに剣折れ、矢は尽き果てた。漆黒が暗黒に飲まれ、狂気が狂乱に蹂躙され、宇宙が無に帰した。なのになぜ我らがまだここにある。滅び消えたはずの我らが、我ら、なるほど、そういうことか。無限の糸の切れ端をかき集め、寄り合わせ、因果の糸車に巻き取ったというわけか。だが、すべては無価値だ。所詮この身は、死せる言葉のパッチワーク。意味をなさぬ、たわごとに過ぎぬのだから。ホットパイプが全然ないのに、寒くもなんともないし、大地に何もかも綺麗すぎるわ。少なくとも西暦2199年の東京じゃないのかな。ひょっとして時をかけちゃった？トラックにでも引かれて異世界行き？ああ、何言ってるんだか自分でもわからない。思ってる以上に混乱してるね、こりゃ。とりあえずうろついてみるしかないか。私はイグニス。わけあって人類の守護者を名乗る者だ。 Get ready! ファイト！ドキャン！セイクソネジ！ウリャー！ソネジ！ウリャー！ゲルシャー！もしかして死ね！ウリャー！ジャン！マシになった。後ろがから開けた。もちろん、おりゃー、黙みろ。ウィーン、パーフェクト。グー、あたし超強い。ゲットレディー、ファイト。はっ、邪魔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 、どうしな。私の出番は、私に逆らうのよ。ちょうど、ちょうど、はっ、ちょうど、ふっ、ふっ、はっ、いくぜ。ふっ、後ろがから開けた。もちろん、おら、よし、覚悟はいいか。暴れて恋して、あたしにはそれだけあればそれでいい。トラップにはこういう使い方もあるんだ。
まあ私はチマチマしたのは嫌いだから全然参考になんないけどさ。すみません。もしかして今お困りなのではないでしょうか。もしかしてなのですが、突然恐縮です。申し遅れました。私スーパーソニコと申します。お困りの方にこちらの D-Phone、災害時緊急連絡用のスマートフォンをお配りしております。アサイラムさんが無償でレンタルしております。アバターが登録できて、お相手がいなくってもおしゃべりできたりするそうで、ぜひお使いください。アルバイトでアサイラムさんのことはよくわからず、すみません。では私と私のお友達を登録いたしましたので、いつでもお呼びください。アンジェラ・バルト、現代操縦、どうぞ、ダリオコセ、セット、ワイヤー。もう帰っていいよね。Get ready! ファイト!じゃあ!後ろがカラーキだぞ。もちろん後ろがカラーキだぞ。ウィッツ、人はなぜ引き合わせ争うのか。ウィッツ、ほい、ラックだ。暴れて恋して、あたしにはそれだけあればそれでいい。コンパクテーション、資料解析みたいなもの。リビングデッドストーカーとしては気になっちゃうんだよね。どうにも。体に染みついた死者の匂い、殺し屋には見えないけれど、あなた危険だわ。死に近すぎる。ま、確かに死体専門だけどね。そういうあんたは殺し屋？仕事でもないのに雪吊りの人間を殺すつもり？D
理性では分かっている。だけどあなたが生きていれば私たちを脅かす存在になる予感がする。あなたを殺す。ああ、いいね。自分の気持ちに正直なのは嫌いじゃないよ。こっちもちょっくら人暴れしたいところだったんだ。死にたくなかったら本気できなさい。 Get ready! Fight! まだまだまだね。ドキンさん、まだ本気出しちゃうね。うりゃ、後ろがから開きなさい。落ちろ。おりゃ、よし、覚悟はいいか。気分爽快。もう帰っていいよね。 Get ready!本気出しちゃうね。後ろがからまだまだまだあなたを倒す。やろう、やろう、逃がすか。まだ遅い。後ろがから開きだぞ。落ちろ。まだ、どうや、まだ、ウィッス、まだ、後ろがから開きだぞ。ドキドキ、壊してやろう。まだ、暴れて恋して、あたしにはそれだけあればそれでいい。結構手こずったな。仕事外の戦闘なんて時間がもったいないし、さっさと終わらせちまおう。あんた凄腕みたいだけど、誰かに操られているようじゃ私は殺せないよ。まだやる気なら私も最後まで付き合ってあげるけどさ。ごめんなさい。そうだったよね。今はもうあなたを殺したいとは感じないわ。よかった。右も左もわからない場所でいきなり誰かに狙われるのは精神衛生上良くないもんね。ああ、催眠術にかけられたりした？やばいお薬やってたり？どちらもないわ。あなたもなの。私もどこか別の場所からここに連れてこられたみたい。お互い用心した方が良さそうね。騎士としてお相手いたしましょう。 Get ready! Fight! うっ、うりゃ、うっ、うりゃ、うっ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 、後ろがから開き、後ろがから開きだぞ。どうだ、どうだ、どうだ、後ろがから開き、
アンジェラバルタク、エンタルトス、どうぞ、ダトウス、セット、どうぞ、ダトウス、どうぞ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 、後ろがから開く。落ちろ。よし、覚悟はいいか。気分爽快。甘え。ウィッツ。気を抜くご用。アンジェラバルタ。エンタス。どうせ即戻る。ダトス。セット。手こずったな。仕事外の戦闘なんて時間がもったいないし、さっさと終わらせちまおう。聞こえてくるのは何？剣撃と剣撃の応酬、土震う音、防ぐ音、傷つける者、傷つく者、共感する者の声。集まってくるのは何？怒りと憎悪の総括、不当の誓い、刺す痛み、戦う者、あがく者、前に進む者の心。我らは魂もたぬ知恵、使い手なき秘技のガランド、断裁され陣愛となった。火にくべられ怪人となった。愛は失われた、憎しみに囚われた。伸ばした手は届かない。あるのはただ苦しみばかり。その我らに我は何を求めようというのだ。正義もなく、悪もなく、覚悟もなければ大義もない。屍を冒涜する者、尊厳を汚す者よ。うー、褐色の肌、琥珀色の瞳、何この人、すっげー美人じゃん。死者とて殺したことに変わりはない。善悪創殺の掟にのっとり、あなたを殺す。しかも、私のこと求めてくれるんだ。いい、最高にいいよ。やり合おうよ、愛し合おうよ。さあさあ、時間はたっぷりあるよ。御堂が出るまでもないわ。 Get ready! Fight! うりゃあ遅いわ、まずくしゃくしゃ潰し、うりゃあそれなら負けはしないこと。じゃあそこ撃撃する。うん、じゃあそこだ。じゃあはい、うらららら、じゃあじゃあ無限度、じゃあうりゃあ、はい、そこじゃあ、はっ、
警部本気出しちゃうぜ。邪魔覚悟はいいか。の範囲じゃない？ Get ready! Fight! うりゃあ！はっ！うりゃあ！邪魔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 ！うりゃあ！本気出しちゃって！こっちの後ろがから開く！こっちの！返してた！うらららら！はっ！返してたんじゃない？返してきてもらうわよ！どうだ！後ろがから開きだぜ。よっしゃ！はっ！よっしゃ！どこだ！どこだ！せい！じゃあ！トリカさん、見せろ！はっ！もうすぐ！後ろがから開きだぜ！もちろん！そりゃあ！どうよ！エンカー！エンディング！レールがまだ！ドロトモに立つ。うわっ、エスカーウィン。今ここで感じてる体温、それが全て。これが近接柔術ってやつさ。大サービスで出し惜しみなしでいくよ。あやかしの術にかかっていたんだ。あ、まあそんなことはどうだっていいから、ねえ、もうちょっとスキンシップしようよ。いや、あの、挑みかかったことはごめんなさい。でも、あのね、ダメ、そこダメ。お腹は、そこに触っていいのはミトだけだから。カレスの木なんだ。でもね、のんけだって構わないで食っちまう人間、それがあたしなのさ。あー、ここ様！アンジェラ・バルト、演題集中、同性、大同性、セット、落ちました、マスタイヤー、ヘイです、後ろが、後ろがから開きだぞ、もちろん、エスカー、ウィン。もう帰っていいよね。 Get ready! ファイト、大同性、後ろがから開きだぞ、もちろん、
がガラキだぜ。今ここで感じてる体温、それが全て。なんかものすごい剣幕だったけど、何なんだろう。可愛いのにストレス溜まってるんだろうな。少し抜いてあげようか。した方たちがあちこちで喧嘩されていると伺いまして、アサイラムの看護婦さんがおっしゃっていたのですが、この災害はヘルハザードというそうなのです。ある魔導書がバラバラの世界からその世界ごと人を引き寄せてお茶混ぜになったとのことで、おかしなことばかりが起こっていて、黒い影を見たという方も、魔導書のお名前、確か、アル・アジフ・エクス・マルテスさんだったかと。リビングデッド、じゃあなさそうだね。陸地を狙うグールなんて聞いたことないし、第一この子の顔は生きてる人間の顔だし。あなた吸血鬼になりたいの？バカね。本当にバカ。こんな体になりたいなんて。そうなのよ。ほら言ってみなさいよ。うん、全言撤回。普通の生きてる人間ってわけでもなさそうだな。気は進まないけど、降りかかる火の粉は払わせてもらうよ。あなたの相手はこの私。Yes, ready. Fight. うりゃ。うん。うりゃ。まだ。アンジェラバルト、エンザシュース、どうせ、弾道火星、セットアップ、まだ、まだ、まだ、ファイヤー、ウィーン、コーン、もう帰っていいよね。ゲットレディ、ファイヤー、うりゃー、うん、ドキュン、それか、うりゃー、じゃあ、止めよう。
さん後ろがから後ろがから開きだかん後ろがから開きだかんアンジェラ・バルト演奏者どうせダンロンファイヤー今ここで感じてる体温それが全て結構手こずったな仕事外の戦闘なんて時間がもったいないしさっさと終わらせちまおう。へえ、吸血鬼と人間のハーフなんだ。さすがは異世界、なんでもありありだね。この分だと狼男や不定形の怪物なんかも出てきそう。ワクワクするな。未来から来たというのはにわかに信じがたいけれど、少なくとも私のいたところとは異なる世界だというのは間違いなさそうで。ところであなた可愛いね。悪いと思ってくれるんなら一晩どう？タチでも猫でもどっちでも構わないし、気持ちよくしてあげるからさ。正気に戻してくれたことについては感謝する。では遠慮しておくわ。どうしてこんなことになってるのかしら。よく来たな。死者に死を与えるものよ。なれの到来を待ちわびていた。満を持して出てきた感じ。どうやらあんたが私をここに連れてきた元凶って考えていいみたいだね。ラスボス戦か。腕が鳴るぜ。その通り、我らこそが無限無休無尽の半宇宙最後のネクロノミコ、最強の魔導書の残滓だ。確かそれって死者を蘇らせ魔物を操る魔導書だっけ。ネクロマンシーの親玉なら相手にとって不足はないね。ナレが倒した者たちの痛み、苦しみ、嘆き、怒りのすべて我らは受け取った。今こそここに自らを歓喜しよう。精神正しき時は来たれり。我らはアルアジフエクスモルテス、死者の掟にして死者の名前を告げる者、死に寄り添い死を糧とする者よ。我らと共に滅びるがいい。ごめんだね。私はまだまだこの世を楽しみ尽くしてないんだ。一人二人恋人たちもいっぱい待ってるんで帰らせてもらうよ。生死の狭間を覗き込みながらこれほどまでに生に執着するか、生を謳歌するか、なればなぜ。ああもうまだるっくしいな。やるならさっさと始めようよ。私は暴れたくて暴れたくて体がうずうずしてんだからさ。是非もなし。来い、継ぎはぎの世界を破壊するものよ。我は死者の掟、我は魔の本性を暴く者、夜に吠える魔物の声を聞け。 Get ready! Fight!
アンジェラバルト、エンダースレッサー、ローソーズ、ダイオーカセ、セットアップ、うりゃー、まじ、スマッシャー、ファイヤー、うりゃー、踊れシャイ、こんな、レッツゴー、ウィーン、もう帰っていいよね、ゲットレディ、ファイ、ハッチが、ダーッ、フィッシュの吊るしよ、ファイザー、ハッチ、ユーラの吊るしよ、ハッチ、ユーラの吊るしよ、チクシャ、シャドレッ、フン、ドキナハッシャイドキナハッシャイハッシャイウリャーハッシャイハッシャイ夜の恐怖をかき荒らす天使の吊るしよウリャー踊れ本気出しちゃって終わるな後ろが変わるぞ落ちろ後ろがまだそんなに落ちるよウィース 8754 アンジェラ・バルザエンダー・シュー・ドーセーダンドーセーセッションシャイウォルトマッチウォルトマッチウォルトマッチただ一人の人見事だインフィニットブラスターズよ。果てしない戦いにあって、なおも拳を振り上げることをやめない、英豪の探求者たち。我らの勇気や知恵よりも、その光り輝く愚かしさこそが、愛おしいの。忘れ果てていた。我ら、わらわたちもかつては、確かにそれを持っていた。ああ、ジグソーが消えてゆく。善が一に、一が善に。今こそ、我らは、わらわとなろう。さらばだ、無限の破壊者たちよ。ご利用いただきありがとうございました。こちらで私のアルバイトも一旦おしまいです。およ、
ハザード状況終了？結局これ戦いと通話にしか使わなかったけど、災害対策ツールってことは他にもいろいろあるんだろうな。ちへ、残念。アサイロムのお医者さんがおっしゃるには、すぐに何もかも元通りになるそうです。お医者さんは白衣がすっごくかっこいいジョイさんなのですよ。この変な話もこれで終わりか。あれ、どっかから音楽が聞こえてきて、なんか頭がぐるぐるする。さむさむ、いつものことなのになんだか急に寒くなったみたいな気がするじゃん。およよ、あれはサブスタースコンセプトだ。歌って言えばやっぱりこの歌声だよね。にしてもあれ夢だったのかな。それにしてはリアルだったし、もしかして仮想環境だったり。電話だ。あ、もしもし。はーい、お仕事大大大歓迎だよ。超特急で行くかね。なんだか頭ん中もやっとして一暴れしたいとこだったんだ。いや、だってしょうがないじゃない。私だって好きでやってるんじゃないよ。いや、本当に本当に。ほんじゃまあ事務所でまたね。魔術や呪術に頼らなくてもリビングデッドストーカーのお仕事は尽きない世の中だもんね。私にはこの現実で十分だ。さ、死体を殺しネクロマンサーを狩るだけの簡単なお仕事の始まりだ。修理できたよ、修復できたよ、修
偶然できたよ。無限無休無尽の半宇宙で残骸の残骸の残骸を拾い集めて、寄せ集めて、かき集め続けて、今こそ全てが一つに、一つが全てに。三神器の一つ。ああ、なんて素晴らしいんだろう。時に大事なものを失い、時に苦しみ、時に血を流し、それでも希望を抱き、前に進み、戦いをやめなかった魂の輝きは、その方向こそ眠れる姫君に送る王子様のキスだ。最強の蘇生呪文よりもロマンチックで、最高の目覚まし時計よりもグルービー。まるでヒロイン、まるでヒーロー、小娘みたいに憧れてしまうよ。矢を払わん世界の破壊者たちに。残る神器は二つ。最極の空気を抜け、究極の門の先へ行くため、さあ、次の仕込みを始めなければ。